岸田総理大臣は新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけについて5月8日から5類に引き下げると発表しました。新型コロナの感染法上の位置づけについて厚生労働省の審議会の意見を踏まえ、特段の事情が生じない限り5月8日から新型インフルエンザ等感染症から外し、5類感染症とする方針を確認いたしました。このおっさん何を悩んでいるのやら、大方バレバレなので逃げる算段してももう遅い。この10年間、分類1から4までほぼ実績ベースで、0。5類は病原性大腸菌などの食中毒と言われる菌だ。2類は大方は結核菌で、ウイウイではない。1から5しかないので、廃止か見直しだろう。感染症分類とは、いかに現代は対